チーム名とコーチの発表も今日しようかな。コーチは途中にしようかな。これ一番注目の集まるタイミングでやっぱ発表したくない？こんな大物コーチなんだからさ。苦笑いしてるやろな今。うまくねコミュニケーション取れるかだけが心配だけど。大物すぎて。うん。チーム名決めなきゃ。なんか可愛いのがいい。じゃあショッキングピンク。ショッキングピンクは可愛くないのよ。いやいやいや。ショッキングピンクは色の可愛さとフェアリーショックをかけたショッキングピンクよね。あなるほどね。じゃあウルハ可愛いとかにする？チーム名。あいいね。全然可愛くないじゃん。なんで？どうしてそうやって適当なの？ダークインフェルノドラゴンも暁の刃イニシエとかも一応僕が考えてきてはいる。CR のルックアットフォーエバーも僕が発案だね。じゃあかなえさんがちょっと考えてみて。そう、レイズユアハンズとかになっちゃうな。サムネがみんな右手を上げてるアイコンだったからいいね。なるほどね。うん、志高くみたいな意味よね。ジャックスパローとかでもいいけどな僕は。全然うちもいいけどね。もはやうちのリスナーさんはウルカフェが可愛いって。カナフェチマルギットとかにする？それか。でもマルギット、闇機のマルギットにする。エルデンリングとかでもいいよ僕。やばい、まずいな。カナフェチーノ。じゃあハイトカプレーゼ。あどう？なんだっけ候補。カナフェチー。めっちゃ僕のこと好きみたい。ハイトカプチーノとやめきの前。ハイトカプチーノはあれやん、夜しかないよ。ハイトカプレーゼだから僕が言ったのは。カプレーゼって言ったの？そう、ハイトカプチーノ夜しかやね。ハイトカハイトカプレーゼ。ハイトカプレーゼ。雨か、しかも。ちょっと外しとけば OK みたいな。雨夜しか。ボドカバカで提出したことある。前回はチーム名何だったの？かわいい三重心ってそういう系。もうだって考えてないじゃん、それは。覚えてないの、なんなん。覚えてないの。かわいい三重心はだって考えてないじゃん、あんまり。考えたの。本当？考えた結果そうなったの。あの、3分ぐらい相談したい。いや、だから勢いだって、それ。かなえさんの前回の何、名前。まあ、イケメンサンバガラスだね。だから、ほんと、かわいい三重心と同じ感じよね、ほぼ。はいはい。ベクトルとしては。あれ、さっき人のこと言えな。本当に同じやん。ショッキングピンク。ショッキングピンクでも。ショッキングピンク。かっこいい、かわいいのさ。質問って好きなんだけど。ショッキングピンクでいくじゃん、とりあえず。まあ、前回が暁の刃イニシアだったから、確かに毒蛇の牙。ありだ、ありちゃう。毒蛇の牙。全然可愛くない。一ノ瀬はひらがな派。うん。僕でもね、英語派だな。直感で言うならひらがななんだよね。じゃあ、ひらがなでいくか。え、いいの？まあ別になんかどうしても英語じゃないとやだったから、普通にチーム内で 2-1 だったらひらがなでよくね。これ以上話す必要ある？ないよね。終わろうとこの話。やばいやばいやばい。気まず。これからの関係マジで気まずい。あの理由としてはあのもうこれしか考えてないから今チャットに言ったけど。はい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 。あーね。もうだから、まあでもうまいこと。やっぱ英語にしようって考えた。いやいやいや、ひらがなで、ひらがなで、この頭になった。雷にピンクつけて、ショッキングピンク呼びにしたい。あー、なるほどね。あ、いいじゃん。やばい。でも、今、そっち側、かなえさん側のリスナーさんにダサいって言われてないか、まあ、ドキドキしてる。いいね、なるほど。あー、良い。いいね、かわいい、いいじゃん、かっこいい、シンプルにいい、キラキラしてきた、かわいいね、いいね、おお、おしゃれね。自己肯定感が。リスナーのパクっただけだけど、うち。じゃあ、ちょっと、くしゃくしゃにされてコーチの発表するの忘れてたし、そろそろしますか、じゃあ。確かに、確かに。この前にトイレも行ってもいい？あ、はい。マッチだけ入れてくれたら。あ、オッケー。トイレ。じゃあさ、私もちょっと飲み物取ってきます。うわ、なんかやる気ないな、このチーム。飲み物取り行ったって。水分取るなって、フェアリス。ただいま、おはようございます。やばい。じゃあ、発表してください。コーチを。
一ノ瀬リーダーから。はい、うちらのコーチはレイヤーさんです。やったー、やったー。あ、そうか、レイヤーさん表で一回カスタムかなんか一緒に出てんのか。レイヤーさんクソおもろいね。じゃあここであのレイヤー裏話入れますか。今日さ3人でまあ軽くさ、こういう構成とかみんな何がやりやすいみたいな話をしながらさ話したじゃん。でみんながなんかのタイミングでさ、レイヤーさんちょっとご飯行ってくるって言っていなくなったタイミングがあったじゃない。その時になんか行ってらっしゃいって言って、じゃあやるかってなった時 LINE 来て、みんな面白いし優しそうだし賢そうで好きって LINE が来て、仲良くなれそうって言ったら、なれそうびっくりマークって送ってた LINE。 レイヤーさんってそういうタイプなんだ。そんな感じの人です。あ、そうなんだね、ありがとう。一応暴露しといた、喜ぶかと思って、うん、可愛いなって思いました。よかったよかった、可愛いって感じ。あの僕らが大物って言ってた時にもう苦笑いどころじゃないって悲鳴あげてた。悲鳴あげてた。